はい、こんにちは。今日は等高大の問題です。問題はこちらです。 A、B が1と異なる正の数の時、ログ AB 足すログ BA の取り得る値の範囲を求めよ。また絶対値のログ AB 足すログ BA の値が最小となる時、 A と B の間にはどんな関係があるかといった問題ですね。まずこれなんですが、これ定が揃ってないので定を揃えていきましょうか。じゃあ A で揃えると、ログ AB 足すログ A のログ A で、これ B が分母に来て A が分子に来ますよと。こうなりますよね。ここの部分。で、ログ AB 分のこれ1になるよと。ということで、こうなりますよと。これ足すログ AB 分の1と。こうなるよと。で、これの取り得る値の範囲を求めたいということなんで、じゃあ例えばこれを A と置くと、こっちが A 分の1ですね。つまりこれっていうのは A 足す A 分の1っていう形ですよと。ですので、A 足す A 分の1、これはまあ相加相乗平均で求められそうだなと。ただ、この A っていうのは、これ、正になるか負になるかわかんないわけです。相加相乗平均が使える場合っていうのは、正の場合しか使えないよと。じゃあ、まず正の場合を求めましょうと。正の場合には、これ、相加相乗平均が使えて、A 足す A 分の1っていうのは、2ルート、これかけこれですから、こうなって、つまりこれ2以上ですよと。ということで、これっていうのは2以上ということが言えますよと。で、今これ統合成立は A イコール A 分の1の時ですね。これイコールこれの時。つまり A2 乗イコール1で A イコールプラマイ1。で A は正ですから1の時と。A が1の時に統合成立で2以上ですよということが分かりました。じゃあ今度 A が負の場合を考えましょう。A が負の場合にはどうなるかっていうと、これが負。ということはこれも負になるので、結局これマイナスマイナス両方外に出すとプラスになるわけですね。で、相加相乗平均を使えば OK だと。ですので、じゃあ、A イコールマイナス B とでも置きましょう。こういうふうに置いたときに、そうするとマイナス B で、マイナス B 分の1になるわけですね。で、このマイナスを外に出すと、マイナス B 足す B 分の1ですよと。A 足す A 分の1っていうのは、マイナスの B 足す B 分の1になるよと。で、ここ、B の値っていうのは正の値になるわけですから、これで相加相乗平均、さっきと同じようにやられると、これは2以上になるよと。ということは、マイナスがついているので、これはマイナス2以下になりますよと。ということが言えます。で、統合成立はこれイコールこれの時。つまりさっきと同じで B が1の時ですね。B が1の時、これの統合は成立するよと。じゃあ B が1の時ってことは A はマイナス1の時ですね。A イコールマイナス1の時、統合は成立しますよと。いうことで求めることができます。ということで、結局どうなったかっていうと、この A 足す A 分の1、つまりこれの式ですね。ログ AB 足すログ BA っていうのは、まず A が正の時、これが正の時には、2以上っていうことが言えました。2以上ですよ。A が1の時。A が1の時ってことは、ログ AB が1の時ですから、これは A イコール B の時ですね。これが1になる時っていうのは B が A の時。つまり、A イコール B の時に統合成立ですよと。ということが言えます。で、今度はこっちの時。A が負の時には、A はマイナス1の時統合成立。A がマイナス1ですから、ログ AB がマイナス1の時。つまり B が A 分の1の時ですね。B イコール A 分の1。これの時統合成立で、今度はこれがマイナス2以下ですよと。ログ AB 足すログ BA っていうのは、マイナス2以下ですよということが言えて、これでこの範囲、取り得る値の範囲は2以上、マイナス2以下ということで求めることができました。あとは、この絶対値を取ったとき、これの最小になるとき、つまりこれ絶対値取ったときっていうのは、これ正の値になるわけですから、これが最小になるときっていうのは2ですよね。絶対値取った最小になるときっていうのはこれ2になるとき。これが2になるとき、A と B の間にどんな関係があるかっていうと、要するにこの統合成立のときですね。2になるときはこの統合成立。つまり A イコール B、または B イコール A 分の1のとき。ということで、これが、この A と B の関係の式ということになります。これが求める答えと。範囲はこれということですね。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。